タロ散歩チャンネルということで、こんにちは、タロでございます。本日2022年の10月23日日曜日、今日は新札幌からスタートしますけれども、今日は単純にお風呂入るのと、それから買い物するのと、あとなんかどっかで軽くご飯食べるのと、まあ、それぐらいをするついでに、まあ、地下鉄の1日乗車券でまた地下鉄の沿線をぐるぐる回ろうかなという、ただそれだけの動画でございます。まあ、どういう感じで回ろうかな、何も考えてないんですけども、まあ、適当にどっかのお風呂に入る、まあ、適当にどっかのお風呂に入ろうかなというふうに考えてますので、まあ、その辺もどうなることか楽しみながらご覧いただければと思います。では今回も何卒よろしくお願いいたします。南北線の隅川駅に到着しました。隅川駅前はこちらにマックスバリューがあり、でこちらの方にはこの福吉さんというのはビバイ焼き鳥のお店なんですよね。あとこんなところにアップルパイの専門店なんかもあります。で駅前にはですね、ここにバス停があるんですけれども、その気になれば JR の白石駅なんかもダイレクトに行くことができますね。今この向こう側から高架の反対側にやってきましたけれども、ちょっとこの高架の反対側のあたりでもちょっと歩いてみましょうか。もうねこんな感じで隅川って本当に山坂激しいところで、ここからすぐ上り坂になって、でこの坂を登って登り切って向こう側に降りると、あの月寒の方のアンパン道路の方に行けるんですよね。実は、まあ、そんなような位置関係なんですけれども、10年ぐらい前までは私もこの隅川の近辺で働いてたんで、なんとなくの土地勘は札幌市内でもある方なんですけれども、あ、懐かしいですね。このお菓子のロバンテイさんもここにあるんですよ。あ、懐かしいですね、鹿飯店さん。よくなんかお昼ご飯とかそういう時に、その当時働いていた塾のオーナーさんに、まあ、ちょくちょく連れてってもらったところですね。なんか話し合ったらここでなんか話し合ったりとか、お昼ご飯食べながらそんなこともやってましたけども、でここが、まあ、ちょうどバス来ましたけれども、この通りがあの福住総園通り、この道をずっと道なりに行くと、あの羊ヶ丘展望台の入り口、まあ、そしてそこの羊ヶ丘展望台の入り口で大きく左側にカーブして、まっすぐ行くと札幌ドームのあたりまで行くことができるという、そういう道路です。まあ、こんなところにサンドイッチの店、卵サンドのお店なんかあります。まあ今日お休みですけどね。そしてこの福住総園通り、西岡の反対側の方にまっすぐ行くと、ちょっと行ったところに豊平川があります。ミュンヘン大橋がこの通りですね、確か。ここに三好野さんがあるんで、三好野で何か食べますか、餃子カレーとか。じゃあ餃子カレー、まあ、三好野セットっつって餃子とカレーのセットなんですけども、それをいただいたところで、じゃあ次の目的地行きましょうか。まあ、ということで南一条交差点大通駅で降りました。単純にここは三越のライオン口ってとこですね。ここに三越のライオンがいることからライオン口という名前がついております。とりあえず大通り方面での用事も終わりまして、時間が5時30分というか、まだ5時30分なんですよね。
で今の大通りの西2丁目にいるんですけれども、西2丁目ってここは特に何かあるような場所じゃないんですけれども、今はなんかやってますね。あ、なんかスケボーのイベントかなんかでしょうかね。東方線の北の終点、境町までやってきました。境町も結構栄えてるところではあるんですよね。名前の通り栄えてるっていうような、そんなところです。ここに実はイオンがあるんで、ちょっとここで買い物しようかな。それからお風呂行って、それで今日は単純に帰ろうかなと思います。ちなみに住所的にはここ北42条なんですよね。お向かいが東16丁目、このイオンのあるところなんですけれども、でこの東16丁目ちょっと行ったところにあのバスターミナルがありまして、まあ、そこから丘珠空港行きのバスに乗ることができるっちゃできます。丘珠空港歩こうと思えば歩けるんですけどね、まあ、なんたってあの1300メートルしかないんで、なんやかんや。とりあえずイオンで買うと安いものをちょっと買っておきました。でやっぱりなんか麻布行こうかなと思うんですよね。麻布の八百屋さんが安いんで、あ、東区役所にも同じ系列のお店あるか。東区役所行きますか、そしたら。再び地下鉄に乗りまして、今度は東区役所のとこに行きたいと思います。これよく見ると頭がかぼちゃですね。ハロウィン仕様になってますね。年中ハロウィンみたいな感じですね。さっきのあの子は、東区のマスコットキャラクターのタッピーなんですね。あのかぼちゃじゃなくて、どうやら東区の名産玉ねぎみたいです。まもなく1番ホームに福住行きが到着します。ご注意ください。東区役所前駅ですけれども、ここの出口の脇に実はですね、これバスの待合所がありまして、よく見るとこっちの方にバス停があるんですよね。新千歳空港にも直行できるようです。まあ、おおよそ1時間に1本ペースで、朝の5時台からずっとお昼の2時台まで新千歳空港方面に直行できるバスがあるようです。で、我々はここからですね、お隣のブロックが東区役所なんですけども、この東区役所を越えたあたりにある八百屋さんでちょっと買い物していこうかなと思います。あのですね、お店閉まってますね。日曜定休館の今日、それは日曜なんですよね。多分朝部に行っても同じようにお店やってないと思うんですよね。あ、ちなみにここはあの東区役所なんですけれども、区役所の後ろに大きい団地があって、この東区役所近辺って大きい団地があるのがやっぱり特徴なんですよね。こっちの方もあって、でこの今カメラ向けているビルのこの裏にもさらに団地があるんですよね。であとですね、そうこの道まっすぐ行くとアリオ札幌があって、あの苗穂駅の方に行くことができるんですよね。まあ、せっかく降りたんで、ちょっと苗穂駅まで歩いてみましょうか。そしてですね、あとここにカメラ向けるとニュー札幌ビルっていうビルがあるんですけど、これなんだろう、串取りが入ってるっていうのは分かるんですけれども、東区役所のお向かいの先ほどお見せした
団地ですけども、この裏の方にもさらにこんな感じで団地があるんですよね。でその中にこのニューサットビル、何があったんですか、スーパーとかではなさそうなんですけれども、あでもなんかいろんな施設が、いろんな施設が入ってるみたいですね。主にあのパブとかバーとかスナックとかそういうようなものでしょうか。串取りさんはこのニューサットビルのお隣にあるような建物っていうところでしたね。でここはなんか向こうに行けそうなんで、ちょっとこのまま歩いて行かせていただきましょう。お店が開いてるんだったらこれ中華のお店とか、ここは居酒屋さんかな。お隣も居酒屋さんっぽいですね。あでもこういったラーメン屋さんもありますので、なんかスナックとかバーとかそういうものばっかりではなさそうです。で今通り抜けてきたニューサットビルの隣のこの黄色い壁の建物、何かなと思ってみたらは、月曜祝日を除く木曜日感謝デーなんちゃらなんちゃらかんちゃらって書いてるんですけども、これはどうやら劇場みたいです。あの映画館、サットー映画劇場、こちらの方にはサットー映劇っていう風にあのきっちりと看板書かれています。これもなかなかレトロな感じで、ちょっと昭和を感じるような一角ですね。ちょうどここにいいものがありましたよ。我らが北海道民の心のふるさと、セイコーマートがこんなところにあるじゃないですか。おにぎりと海苔巻きと、それから飲み物と買いました。316円。ただここ、ホットシェフはないんですよね。ホットシェフはないんですけれども、ATM とかそういった機能はあるんで、まあ、便利っちゃ便利なところではあります。なんか、ここのお店の名前がすごいですよ。居酒屋、これはいいんですけども、ネギまみれ、いかにも初音ミクさんが好きそうな名前のお店ですよね。ネギまみれですからね。ここに公園がありまして、まあ、さらにもうちょっと進むともう内部駅なんですけれども、見えますかね、こういうふうにもう電車がもうすぐそこ通ってるんですよ。この電車の通っている高架橋の手前にアリオがあるという形です。ここがちなみに北七条の東8丁目、こっちにはローソンとそれからブックオフもありますね。あそこにはサッポロビールの工場が見えます。なのであそこがアリオですね。内部駅北口 あのショッピングセンター、あの内部駅越えたあたりで電車こう見るとアンダーパスみたいのが見えると思うんですけども、そのアンダーパスを道路の視点で見るとこんな風になってるんですよ。だから逆に言うと、だからこれをくぐって向こう行くと、あのフラメンゴの方に行けるってことです。なのでちょっとこのアンダーパスくぐっていきましょうかね。ああなるほど、これで北側の方の線路沿いに歩くことができるところと、それからここを脇に入ってこっからくぐっていくところがあるんですね。でこのくぐっていくところをずっとこっちの方にカメラ向けると、向こうに見えるのが、向こうの方に見えるのが内部駅。ああこういう風になってんだ。よいしょ、この脇を見るとちゃんとこの道路の方を見ることができますね。こんな風になってます。これで線路の南側の方に出ることができます。まあ、内部駅南口の方ですね。よいしょ、ああこんな風に出てくることができました。ここにはファイターズの、ね、練習場、屋内練習場、冬でも使える施設があります。ただちょっと内部駅がすごい遠いところになってしまいましたね。ここまで来てしまったのであれば、まあ、帰って内部駅の方に行かないでちょっと歩いたところに東西線のバスセンター前駅っていうのがあるので、そっちに行った方がいいかなっていう気がしてきました。そうしますか。で今ここをひょっと見ましたら、こんな看板が立ってました。新幹線事業用地、これなんだろう、ここは新幹線の何かの施設になるのか、それとも新幹線の工事のためにちょっと使わせてもらうのか、一時的に、まあ、事務所なりなんなりとか、
多分なんかここになんか新幹線の基地できそうな気もしますけれどね。いや多分あのもうすぐそこが建物だから、建物だしこっちの方にもこういった施設があるから、新幹線の基地を作るといったらちょっとここは微妙な感じがするんですよ。まあ、なんかの建物を使って、まあ、電車を止めるとかじゃなくて、ここに何だろう、事務所的な何かを建てるとかなのかもわかんないですけども、どうなるんでしょうね。まあ、大体あのそこにある歩道橋のところ、まあ、テレビ北海道のビルなんですけど、これテレビ北海道のビルのところ右に曲がって何丁かとか歩くと、まあ、確かに行けるっちゃ行けるんですよ、バスセンター前に。ただね、行くのが面倒くさくなってきました。まあ、対してこっちも若干距離はありますけれども、苗穂駅の方に行った方が少しは、まあ、歩かなくて済むかなということで、ちょっと苗穂駅方面にやっぱり行きます。札幌厚生病院のところにやってきました。あの線路からもよく見えますよね。苗穂駅越えると、札幌方面に向かって左側のところにある大きい建物、これ病院なんですよ。でちょっと木の陰になっちゃいましたけども、あのマンションの裏のところに苗穂駅がありますからね。ここのローソンのあるテナントを越えますと見えてきました、苗穂駅前のロータリーです。まあ、蔵の湯はここから、まあ、あと2ブロック3ブロックぐらい行くんですけれども、そしたらここにあるんですけれども、今日はここの蔵の湯には入らずにちょっと別なお風呂に入ろうかなと思います。まあ、今日は本当は地下鉄の土日か切符を使ってるんですけども、ここだけちょっと JR に乗りましょう。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。